さちゃーすいくんです。今日はですね、こちらのめちゃくちゃ綺麗な川の方に彼女とね、一緒に、サワガニを取りに行きました。めっちゃ綺麗なんでね、こちらでサワガニを今日は取っていこうと思います。それではやってみましょう。よし、さっさとサワガニ探していこう。この川めっちゃ冷たいから、山からそのまま直接流れてる川だからめっちゃ冷たいよ、水が。なんかね、石の下をめくるとね、テテテテテって歩いていくから、それがサワガニ。こういうどの下にもいるよ。なんかね、あ、いるじゃんいるじゃんいるじゃん、ほら。え、またちっぽいのいっぱいいる。いっぱいじゃねえ、チビサワガニ。あと石は元に戻しましょうね。うわ、うえ、どれ、なんか動きめっちゃ速いよ。あ、これカワゲラだよ、カワゲラ。これね、綺麗な水にしか住めない。え、違うくない？いや、カワゲラだ、カワゲラだ。焦った。太鼓地かと思った。これカワゲラって言って、あのちっちゃいさ、なんかカーみたいなやついるじゃん、あれになる、ああ、でも綺麗な水にしかいないんだよ、あれは。汚い川には絶対いないから。絶対ではないか。こういう陸地の方にもいるんじゃない？あ、痛くない？今痛くない？今痛くない？痛い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 。でかいぞ、ヤンチ。ほら、メスじゃない、これ。あ、ほら、お腹が丸い。サワガニはね、お腹がね、丸いかどうかに見分ける。ほら、お腹が丸いのがメス。あ、いるじゃんいるじゃん。こいつ両手ないし、この子メスだ。なんでこの子両手ないの、やばすぎでしょ。どういう状況。カニはね、足を掴んだりすると自節しちゃうから、自節って言って、あの足を自分で切るってことなんだけど、だからカニを掴むときは手とか足を掴んだらダメだよ。あ、いった、栗が落ちてるわ。食べるね、食べるね、食べる。あ、カニいる、カニいる、めっちゃいるよ、ほら。すげえ、どんだけでも赤っ。すごい色綺麗。この辺めくると、あ、いるじゃんいるじゃん、ほらほらほら、でかっ。めっちゃ綺麗な色してる。さすが、綺麗な川にいるやつはね、綺麗な色してるイメージがあるよ。この子メスだね、メス。ほら、お腹がほんとだ、まん丸。あー、カニいるいるいる、めっちゃいるじゃん、ここ。あ、めっちゃいる、無限にいるぞ。あんまりね、めくり倒しすぎるとカニが突き進めなくなるから、元に戻しとこう。もしかしたらだけど、まだね、冬眠から目覚めてないやつが多いだろうから、石、その水の中をめくるよりも水の外にあるこういう石をめくった方がいるかも。上のところこうやって、あ、ほら、いるいるいる、ほら、でかい、メスだね、メス。サワガニなんてさ、別にレアな種でもなんでもないのにさ、めっちゃ楽しいよね。やべえ、あ、いるじゃん、カニ。どこカニ、あ、せ、この子はオスかな、わかんない。なんかちっちゃい頃はもしかしたらわかんないのかも。お、でかいでかいでかい、メスだ。サワガニって大きくなるとなんか紫っぽくなるんだよね、色が。あ、これ外れる。うっ、でかい、メスだ。なんでなんでメスなの。おお、でかいでかい、見て見て、超でかい。じゃ挟まれてみるか。イカみたいな色してる。あ、
痛い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 。うん、シャワー浴びた後頭部が滑ったうわでけえ。待って待って、やだやだやだよし、あこの石なら絶対いるよ、いきます、ほらいるいるいる、ほらこんな風に巣穴を作ってるよ、サワガニって。ほらえ、すごい、え、めっちゃ紫、赤紫、ね、赤紫だね、すごい、え、綺麗、この子はメス、え、ヤンチーだ、じゃあいつヤンチー玉にしよう、こいつも隠れた、こいつはメスメス、もう一匹いるよ、下にこの中、ここえ、すげえ、あ、ね、上がってきてなきゃ、なんかね、やばい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 見て、おー、カニじゃん、ちっちゃ、あ、ちっさ、え、ちっちゃすぎかわいい、ちっちゃいの見つける方が得意なのかもしれない、逆にすごいわ、入れちゃうあ、いるんじゃないそこ、この奥、まあ、いた気がしたけど、奥に潜られたかな、あ、ほらほら、え、でかでかいでかい、無理無理、助けも取れてるけど、めっちゃ怒ってる、ちょっと怒ってるよ、これ威嚇してるよ、こうやってどうやって持ったら正解、基本的に軍手持ってたら大丈夫だけど、え、でかいね、大正解はここ、ここどこ持ったら、オス、メス、めっちゃ立派なメス、メス、はい、よく見つけたね、いや、なんか赤かったからさ、先がなんかいた気がしたなと思って、あ、もういるもん、お前ちょっと黙っとけ、この奥にクソでかいのがいる、どこ行った、どこ行った、は、どこ行った、待って、よいしょ、クリ邪魔、あんなでかいのは、いや、お前じゃない、いや、お前もでかいけど、お前か、こいつかもしれん、いや、まだ穴があるかもしれん、どこだ、どこだ、え、絶対いたんだけど、ここに、分かんなくなった、どこ行ったんだろう、え、でかっ、出てきた、ほら、オス出た、待てよ、ほら、これがオスよ、この片方だけクソほど立派な爪、すげえ、挟まれてく、いや、大丈夫です、入った、終わったかと思ったぞ今、いたね、超立派、
ガチマジ立派、超すげえ。赤紫色するフェイだ。やばい、痛い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 。わかる、ほらこれお腹のここ三角で、うん、三角やろ、で片方の爪がクソでかい、うん、これサーガニオスの特徴。オス、はい、というと本日の成果はこんな感じになりました。いや、めちゃめちゃでかいやつもいるね。で、多分このさ、オレンジ色のさサワガニとか、この赤黒いのってもしかしたらあのオレンジのさ、なんだっけ、横エビがいたから、それをいっぱい食べてるやつがオレンジっぽくなって、逆に黒っぽいやつを食べた、黒っぽい横エビ食べたやつらがこういう風に赤黒いというか赤紫色の葉になってるのかなっていう印象を受けましたね。ということで、この子たちはね、今回はリリースする、食べる、食べる、食べることリリースすること分けて持って帰ろうと思います。よかったらね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日はこんな感じで終わっていきます。バイバイ。